はあ、英語でこんばんは、はるきです。今回は TOTS シーズンスワップスについて紹介をしていきたいなと思います。まあ、ついにですね、今週末から開始をされる TOTS なんですけど、まあ、それに伴ってですね、まあ、すでに、今日からですね、シーズンの最優秀チーム TOTS のシーズンスワップス報酬っていうのが、開始をされています。でシーズン進行状況で入手可能というふうなことが、書かれていて、まあ、対象のチャレンジと目標で EXP、まあ、経験値ですねを毎週獲得してシーズンを進めて TOTS スワップス報酬の獲得を目指しましょうというふうなことになってます。で毎週ですね以下で EXP を獲得できますということで目標 SBC フットモーメントというふうなことで、まあシーズンのスワップス報酬っていうのがまあ、解消されているというふうなことですね。でこれはですねこれまで従来のトークンを集めてまあ報酬と交換するっていうふうなスワップスとはまた別ですね。でこちらですねゲーム画面で実際入ってもらうと目標の、ところですねシーズンの進行状況というのはこれです。シーズンの進行状況これ TOTS シーズンスワップスっていう風に、書いてあると、思うんですけどまあ今日の、4時に切り替わってます。夕方の4時に切り替わっていてまあ先にですねいろいろ目標もね追加をされていてもう本当にこれですねこれコミュニティの TOTS シーズンスワップスっていうようなことでめちゃくちゃ経験値さっきの EXP っていうのがめちゃくちゃもらえるような目標がむっちゃ増えてます。でこれがまあ発祥フットのいずれかのモードで発祥するで15試合プレイでマーキーマッチアップ SBC 4月の27日にリリースされるマーキー明日ですね明日の、マーキーマッチアップの SBC を2つ、解くみたいなでこれでモーメントのモードでスターを、3つ、獲得するとかでこれが4月の29日まあ TOTS コミュニティの TOTS が始まるとでこれでまあ合計で全部かなりねあの EXP 経験値もらえるっていう風なものが来てます。でこれで何がいいのかっていう風なことになるんですけどシーズンの進行状況さっきの EXP を集めていくことによってこれがどんどんこうロックが解除されていくんですよね。どんどんロックが解除されていくっていう風な、中で、まあ、ずっとこうシーズンが、まあ、進んでいってるんですけどまあそれでその中でまあ先ほどのまあ経験値だったりとか貯めながら TOTS の選手たちがゲットできるまあすでにねこう先ほどから見えてるかもしれないんですけどまずはレイナですね。レイナがレベル5でもらうことができるっていう風な、感じですね。まあかなりスキル5にもなってますしまあ非常に能力強いですね、うん、めちゃくちゃ強いっていうような感じになっていてまあドリブルがね得意な選手にはなるのでまあ無料でゲットできるっていう風な、ことにもなるのでまあめちゃくちゃいいかなという風に感じますね。でそして次にレベル10まで、行くとパイエですね、パイエがゲットできるという風なことになってます。でパイエに関してもね今作ウィンターワイルドカードのパイエかなり強かったのでこちらもスキル5になってます。めちゃくちゃいいよね。めちゃくちゃいい。パイエは本当に4-4でも強かった選手なんでスキル5になってくるっていう風になるとまあこの人はかなり強いんちゃうかな。もう無料でもらえる選手のレベルじゃないなっていう風に、思いますね。先ほどのレイナーももちろん強かったんですけどそっからなんかさらに強いような、感じがする能力にはなってるんじゃないかなという風に思います。まあ前線の選手としてめちゃくちゃね素晴らしいですよね。ペースもあってシュートも打ててパスも上手くてっていう風な感じの選手になるのであとは、ね、意外とねフィジカルがあるっていうのもこの人のね臭さ、うん、強さっていうのをこう生み出していたんじゃないかなという風にも感じるのでまあちょっとウィンターワイルドカードのパイエ以上のこうパイエ最大でもうみんな使うんじゃないかなっていう風な、レベルでちょっと強さはあるんじゃないかなという風に、感じます。もうこの人でいいやみたいになると思いますね。なんか無料でゲットできるんで。でそしてレベル15ですね。15でカイセドです。
カイセドが、まあ、目標でゲットできるということで、まあ、ハイスの選手とかではなくて、まあ、無料でゲットできる選手としてカイセドが来る、そういうふうなことになりますね。まあ、カイセドは今作初特殊ということで、まあ、かなり能力も上がっていてね、ペースも90、うん、中盤の選手としてはめちゃめちゃ速いですよね。で、まあ、パスはちょっと視野がね、あまり高くはないんですけど、まあ、ショートパスがあったりとか、あとはドリブルに関してやっぱり細かい選手で狩るような選手にはなってますね。うん。で、守備能力も非常にやっぱり高くて、まあ、すべて90を超えてるっていう風な中で、積極性も、ありつつ、まあ、スタミナも乾燥していて、フィジカルが若干弱いかなっていう風なところではあるんですけど、まあ、この選手も無料でもらえるクオリティではないなという風に感じますね。まあ、サンサンがね、ちょっと、この時期になってくると痛いかなというふうに思うんですけど、もっとね、回数強くあってもいいとね、自分は思うんですけど、まあ、それでもこの能力になっているというふうな、感じですね。で、そして、レベル20。レベル20ではパック、だったりとか、まあ、あとは、選手に行くとバースデーアイコンですね。バースデーアイコンのデサイが、無料でもらえるということで、もうバグってます。もうバグってます、これは。まあ経験値でいくとね、4万2000ぐらい必要なんで、もうもっとかかるんですけど、すぐにね、ゲットできるっていう風なわけではないんですけど、まあ20までいくとここまで、強い選手がゲットできるという風な、ことで、まあえぐい、こんなんが無料でもらえるっていうのはね、本当にやばいと思いますよ。うん。もう本当に初心者の方だったり、始めたての方でも全然こうすぐに通用できる、なんなら今でもめちゃ強いっていう風な選手がね、ゲットできる、無料でゲットできるというのはめちゃくちゃ嬉しいんじゃないかなっていう風に思います。デザインはね、自分の中ではかなり強いような、選手にはなるので、まあ、ちょっと破格かな。まあ、ゲットできるのはね、デザインに関しては先なんですけど、うん、かなりえぐいかなという風に思いますね。対人本当にこの人負けないので、うん、マジセンターバックもね、この人でいいやみたいな感じになりそうですね。うん。で、そしてレベル25です。レベル25はフラッシュバックのヘススナバスですね。ヘススナバスがゲットできるということで、まあフラッシュバックなんでかなり強くなってますね。で、スキル5、すごい。で、逆足もね、もともと2だったんですけど3に、アップグレードされてます。で、まあちょっとね、この人に関してはやっぱりフィジカル面がね、めちゃくちゃちょっと自分は不満で、なんかサイドバックでこう守備の選手としてはかなりフィジカル弱かったんですよね。うん。でも、まあ75まで改善されてるので、なんかね、もともとね、金のね、ヘスナバスはね、40何歩とかやったらフィジカルが、もう本当に球際で負けすぎるんで、まあそこがどうなんかっていう風なところだったんですけど、むっちゃ強いですね。フィジカル以外は、マジでエグいですね。うん。で、まあ逆足がね、3なのがちょっと気にはなるところではあるんですけど、かなりこうスパサブとして優秀な、選手にはなるんじゃないかなっていうふうに思います。シュートと、あとは逆足とかフィジカル以外はマジで完璧ですね。本当にこう最高のウイングバックみたいな選手にはなるんじゃないかなというふうに、感じますね。まあこの選手が25レベルで、ゲットできるというふうなことですね。で、そして最後です。レベル30まで、行き着くと、まあここまで来るとかなり先だと思うんですけど、ルーニーですね。フットバースデーアイコンのウェイン・ルーニーがゲットできるというふうなことに、なってます。まあ、ルーニー、まあね、あのスキルも5になった、選手ではあるんですけど、まあ、この選手も無料で、まあ、もらえるんかっていうふうなところを考えると、うん、かなりいいなというふうに思いますね。これまでね、やっぱりまあ、もともとね、バースデーの時のこう、ね、アイコンの強化っていうのがそこまでなかったので、こういう風ななんかシーズン、こういうこうシーズンの進行状況ってこうシーズン目標で、まあこういう風な選手がね、もらえるなんてなかったので過去。なんで、やっぱりね、始めたての方だったりとかが非常に嬉しいですし、全然こう TUTS から始めても追いつけるよっていう風な、ところがここからまあわかるかなっていう風に、ね、思いますね。で、こういう風なをやっぱりこう、これまでね、こうなんか、あまり気にしなかった方もおられると思います。自分もあんまり気にしなかったんで、このシーズンとか経験値とか。まあですけど、まあこの TOTS が始まってからのですね、このこうシーズンのね、目標っていうのはちょっと、
気にして、見ないといけないなというふうに改めて、感じますね。でさらに先ほどからも言ってる通り、コミュニティのね TOTS こういうふうな、まあ、こうコミュニティ TOTS の期間中だけこういうふうな経験値がもらえるような目標もあるので、多分ねこれね毎週あると思うんですよね。だからこれコミュニティ TOTS っていうのが書いてあるんで、多分次プレミア TOTS シーズンスワップスとかっていうような感じになってくるような気はしてます。そうしないと多分経験値足りないような気はするんですけど、まあでもとりあえずまあ今のうちにというか、この1週間ですね、この1週間こういう風な目標、まあこれらはねトークンなんですけど、まあできるやつもいろいろあるので、まあちょっとこういうなんをやっていって、まあできるだけこう先ほどのこういう風な、シーズンのまあ選手とかに早めにたどり着けるようなこう経験値っていうのを目標をクリアして、取っておくっていうのがいいのかなという風に感じます。まあ少し簡単ではありましたけど、 TOTS シーズンスワップスっていう風な形でね、まあちょっとこう今作から違った、ようなねシーズンの進行状況っていうのがまあ新しく、出てきたので、紹介をしました。まあちょっと経験値ね、あの目標クリアして、やってみてもいいんじゃないかなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。